煮込み料理はフランスが世界一。え、嘘。何この日本の料理は。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。厳しい寒さが身にしみる冬、そんな季節に食べたくなる料理はやはり温かい煮込み料理ではないでしょうか。株式会社リクルートが行ったアンケート調査によると、冬に食べたくなる温かいメニューランキングの1位は鍋料理。その他上位にはシチューや肉まん、ラーメンなど、いずれも温かい料理がランクインしています。今回はそんな温かい煮込み料理に関する話題です。もちろん世界各国にも様々な煮込み料理が存在しますが、日本のある冬の定番料理は別格だそうですよ。フランス人が日本の冬の定番料理を食べた結果。私は27歳のフランス人。ヨーロッパの航空会社で CA として働いているの。主に国際線に乗務している私の趣味は、フライトで訪れた先々で美味しい料理を食べること。特に料理が美味しい国は日本ね。日本には世界的に有名で、しかもかなりハイレベルな味の料理がたくさんある。お寿司やラーメン、天ぷらなどが人気よね。日本行きのフライトは長時間で正直きついけど、美味しいご飯が食べられると思ったら頑張れるのよ。乗務を終えて無事日本に入国したある日のこと、私は同じ便に乗務していた日本人 CA の同僚に食事に誘われたのよ。長時間のフライトで足はパンパン、疲労困憊であまり気乗りはしなかったけれど、日本人がおすすめする日本食ってどんなものなのかちょっと気になった私は、彼女の誘いを受けることにした。もしかしたら日本の超人気ラーメン店、それとも隠れ家的なお寿司屋さん。待ち合わせ場所に向かうと、大きなコートとふわふわのマフラーに身を包んだ日本人の同僚が現れた。そう、その日は冬真っ只中の12月中旬。雪こそ降っていなかったものの、風は強く凍えるような寒さだった。宿泊先のホテルから外に出た瞬間、私は震えが止まらなかったわ。今日の日本はすごく寒いわよね。コートを着ても凍えそうな寒さよ。そうね、今日は特に寒いわ。こんなに寒いと温かいものを食べたくなるわよね。というわけで、今日は体が温まる日本の冬の定番料理を食べに行きましょう。日本の冬の定番料理？何かしら。フランスの冬といえばポトフが定番よ。野菜とお肉を鍋に入れてじっくり時間をかけて煮込むの。確かにポトフも体が温まりそう。日本でもフランスのポトフは人気よ。でも今日食べに行くのは日本のおでんっていう料理なの。おでん？聞いたことがない料理ね。おでんは日本の冬の食卓に欠かせない料理よ。言うなればフランスのポトフの日本版ってところかしら。熱々で体の芯から温まる、冬にぴったりな料理なの。実は私、ポトフが大好き。ポトフは中世フランス時代からフランス貴族や農民階級の間で食べられている料理で、その歴史は非常に長いの。特に祖母が作ってくれたポトフは具材の中まで味が染み込んでいて、これ以上に美味しい料理はないと思っているわ。確かに日本食は美味しいけれど、煮込み料理に関してはポトフが世界一だから、正直おでんにはそこまで期待はしていなかった。でもせっかく彼女が勧めてくれているんだから、経験としておでんを食べてみるのも悪くないわね。私たちはタクシーでお店へと向かった。
タクシーを降りてびっくり。だってそこには私のイメージする東京とは全く違う世界が広がっていたんだもの。ここは本当に東京？ホテルの近くとは全然雰囲気が違うんだけれど。確かにそうね。ここはいわゆる下町と呼ばれる場所よ。都会的ではないけれど、なんだか温かみのある街でしょ。銀座や六本木、新宿は都会的な東京の代表格だけれど、この下町も昔ながらの東京の姿なのよ。下町の雰囲気に飲まれながらも、私は彼女に言われるまま細道を進んでいった。たどり着いた先にあったおでん屋さんは、なんというか、私の想像をさらに超えてくる見た目だったわ。どう表現したらいいのか。小さくて古くて、おしゃれとは程遠いようなお店。さあ、今日はここでおでんを食べるわよ。意気揚々とする彼女に、私は心配になった。本当にこのお店で大丈夫？こんなに古そうなお店なのに。でもこの時点で私の空腹は限界に達していた。ここまで来てやっぱり帰るなんてわけにはいかないわ。私は彼女に続いて店の中に入った。お店の中に入ってみてさらにびっくり。カウンター席のみの狭い店内にはお客さんたちが肩を寄せ合って牛詰めに座っているんだから。そして店員さんは割烹着を着たおばさん一人だけ。おばさん一人で料理を作りオーダーを取っているようだった。そして何よりインパクトがあったのがカウンターの中に設置された大きなお鍋。私が知っているポトフの鍋の何倍も大きいの。ぐつぐつと煮え立つそのお鍋には湯気が立ち込めていて、中でどんな料理が煮えているのか伺い知ることはできなかったわ。もしかしてこの大きなお鍋に入っているのがおでんなの？私が恐る恐る尋ねると、彼女は満面の笑みを浮かべた。大正解！これがおでんよ。温まりそうでしょ？確かにそのぐつぐつ煮立った鍋を見るだけでも体がじわりじわりと温まる気がする。でもまだまだ得体の知れないおでんという料理に私の警戒心は消えなかった。茶色っぽいスープの中に見慣れない具材が入っている。ポトフと違って野菜の赤や緑などの色味が少なく、初見ではとても美味しそうとは思えなかったわ。どんな味がするんだろう。私がたじろいでいると彼女が店主に何か注文した。目の前に置かれた小さなコップ、そこに彼女は温かくて透明の飲み物を注いだ。これは何？これは日本酒というものよ。こんな寒い日にはこの熱燗を飲みながらおでんをつまむのが最高に幸せなの。彼女に言われるがままに日本酒を口に運ぶと、ふわりと甘く爽やかな香りが口の中いっぱいに広がった。それにその温かさが冷え切った体に染み渡る。仕事の疲れが吹き飛ぶようでとても心地がいい。一口飲んでみてようやく理解できたわ。冷えた体にはこの熱燗がぴったりだと日本人は考えているのね。熱燗は冬の日本の定番よ。彼女のその言葉に合点が言った。私たちが熱燗を飲みながら会話を楽しんでいると、ついにおでんが運ばれてきた。これが噂のおでんよ。定番の具材を適当に注文したから食べてみて。これがあのおでんか。なんというか地味ね。お皿には白色と黒色と茶色の物体が並べられていて、正直お寿司のような華やかさはないかなというのが第一印象だった。とはいえ見慣れない食材ばかり。何から食べようか迷っていると、私は一つだけ
見覚えのある食材を見つけた。これはゆで卵ね。そう、ゆで卵もおでんの具材としてポピュラーなの。でも、おでんのゆで卵は普通のゆで卵とはちょっと違うのよ。ぜひ食べてみて。食べ慣れた卵ならきっと大丈夫に違いない。私は恐る恐るゆで卵を口に運んだ。想像以上に美味しい。食感はいつものゆで卵なんだけれど、ほのかな醤油の香りと程よい塩気がゆで卵をより美味しくしてくれているの。フランスでゆで卵を食べるときは大抵ドレッシングやマヨネーズをつけてサラダとして食べているんだけれど、おでんの卵はスープの味がしっかりついていて美味しい。それに熱々の卵は冷え切った体にしみるわ。一口食べただけでこんなに体が温まるなんて。こんなにゆで卵が美味しいと感じたのは生まれて初めてかもしれない。いつも食べているゆで卵とは違う味でとっても美味しいわ。気に入ってくれたみたいで私も嬉しい。このスープはカツオや昆布の出汁をベースに醤油、みりん、お酒、砂糖などを加えて作られているの。これらの調味料は日本料理の基本ね。ほら、あなたがステイ中のホテルでよく食べているうどんのスープに近い味よね。確かに、うどんスープとそっくりの味付けね。これが和食の定番の味なのね。他の具材も食べてみたいわ。次に食べたのはちくわという練り物。フランスではあまり見かけない食材だけれど、これは魚のすり身を練って細長い筒状に成形し焼き上げたものよ。原材料が魚だから生臭いのかなと思ったけれど、全然そんなことはなかった。中心に穴が開いていて笛のような見た目をしたユニークな具材よ。淡白で癖がなく食べやすい味。食感は弾力がありつつも適度にふわふわしていて、スープの味がしっかり染みているの。おでんの具材には魚を原材料にしたものがたくさんあるの。このはんぺんやさつま揚げも魚のすり身からできているのよ。なるほど、さすが四方を海に囲まれた国、日本ね。日本料理には魚がたくさん使われていることがよくわかったわ。続いてトライしたのは大根。大根って白い野菜だと思うんだけど、おでんの大根は茶色っぽい色をしていた。けれどそれは大根にスープがたっぷりと染み込んだ証拠なのね。こんなにジューシーな大根、生まれて初めて食べたし、大きめにカットされていたから、野菜とは思えないほど食べ応えがあったわ。それと、ちょっと意外だったのはタコ。タコって実は、世界的にはあまり食べられていないし、私の地域でもタコを食べる習慣はないわ。フランスでタコを食べるのは、ごく一部の地域の人たちだけで、タコはデビルフィッシュなんて言われて疎まれることすらあるの。だから私も正直タコを食べることには抵抗を感じる。でもおでんのタコは私の知っているタコとは違ったの。口に入れた瞬間、プリプリっとした食感が広がって、そこにスープの風味が広がり、とても味わい深いの。こんなに美味しいタコを食べたのは生まれて初めて。もしかしたらタコって日本の調味料との相性がいいのかもしれないわ。さらに厚揚げ、ガンモなどいろいろと食べ進めた後、最後に一つ黒い物体が残った。プルプルとした見た目はゼリーのような、でも黒いつぶつぶの入ったその物体、これは何？ああ、これはこんにゃくよ。ほら、フランスでも最近流行ってるでしょ。こんにゃく？この黒いのがこんにゃくなの？確かに最近、こんにゃくはフランスでも一大ブームを巻き起こしていて、ローカロリーのヘルシーフードとして人気よ。でも、フランスで見かけるこんにゃくは透明の麺のような形で、
こんなに黒々としていないわ。こんにゃくってもっと細長い麺みたいなものを言うんじゃないの？確かにそれも一種のこんにゃくね。でも日本にはそれ以外にも様々な種類のこんにゃくがあって、これは板こんにゃくと呼ばれるものよ。黒っぽいのは海藻が入っているからなの。そうなの？でもこんにゃくってことはつまりはローカロリーってことよね。一口食べてみると、こんにゃく独特の弾力のある食感とスープの旨味が口いっぱいに広がった。こんなこんにゃくの食べ方があるなんて知らなかったわ。フランスでこんにゃくはパスタの代わりにして食べることが多いから。確かに海外ではパスタの代わりに白滝が食べられることもあるみたいね。でもこんにゃくレシピはそれだけじゃない。こんにゃくはいろいろな料理にアレンジできる無限の可能性を秘めた食材なのよ。最初は不安だったけれど、いざ食べてみるとおでんはとても美味しい料理だということが分かったわ。もしかしたらポトフより美味しいかも。そう思えるほどね。冬は真冬の寒さだったけれど、熱燗とおでんで寒さがすっかり吹き飛んだの。あのあと CA 仲間に聞いてみたら、実はおでんは CA やパイロットたちの間で人気の料理らしい。私の先輩 CA は日本や他のアジアの空港を訪れるたびにコンビニでおでんを買って食べているという。コンビニでおでんが買えるなんてすごく便利ね。街のおでん屋さんに比べて外国人でも気軽に買える気がするわ。それからというもの、私は日本に行くという同僚がいるたびに必ずおでんを買って食べるように勧めているわ。もちろん私自身も日本を訪れるたびに必ずおでんを買っている。もしかしたらこれからおでんが世界中にどんどん広まって、おでんが日本料理の代表格の一つに昇格する日が来るかもしれないわね。海外の反応。いつか日本に行って屋台のおでんを食べてみたいよ。そのお店のこだわりがたっぷり詰まったおでんをつまみながらお酒が飲めるっていう雰囲気が最高に好きなんだ。僕がおでんの存在を知ったのはアニメワンピースにおでんっていうキャラクターがいたことがきっかけだ。いつか本物のおでんを日本で食べてみたいよ。秋葉原におでんの自動販売機があるのを知ってる？小さめサイズだけれどしっかり味が染み込んでいてなかなか美味しかったよ。おでんって地域によって具材や出汁の味が違うって言うじゃない。シンプルだけど奥深い料理なのね。昔日本にいた時にコンビニおでんをよく買って食べていたのが懐かしいよ。ヘルシーな上に体も温まるなんて最高。特に寒い夜に食べる大根と牛すじは天国のような美味しさだ。まとめ。コンビニおでんの存在も相まってすっかり日本の冬の顔になりつつあるおでん。エピソード中にもあったように、おでんは世界中を飛び回るパイロットや CA さんたちの間でも人気で、タイの空港やマレーシアの空港内のコンビニでおでんを買って帰るパイロットや CA さんも多いと言われています。ちなみにタイやマレーシアの空港で売られているおでんの具材は練り物が中心。値段がリーズナブルであることや好みの具材を多くの種類選べる点も人気の秘訣でしょう。日本人のみならず海外の人たちをも虜にするおでん。まだまだ寒い日が続きますが、日本のおでんが世界中の人たちの心と体を温めてくれることでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。